ビートボケスロー、あ、変わったんだ、今日から、ビート手節の、オールナイト日本。テレッテッテレッテッテレ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 ッ。ですね、ちょっと名前を変えた、賢明なね、賢明な、リスナーの、諸君は、もうお分かりかもしれませんけれども、ちょっと題名を変えました。で、なんで題名変えたかっていうと、まずビートサミズね、ビートサミズ、なかなかね、なんでサミズなのかっていうのをね、説明しづらい。あと、ビートムケシ、これもね、ちょっとね、公共のこのね、放送だとちょっとね、難しいんですよね、説明するのが。ちょっと危ない話なんで、これもね、あと、プライベートが、絡んでる話ですね。これちょっと言ったらね、それで、相手方がね、法律の専門家と来てますから、これ言ったらね、法律の専門家にね、訴えられちゃうんで、ちょっとこれやめました。あと、それで、ちょっとね、手牛っていうのはね、昔でね、調子っていうのはね、手牛って書いてあるんですよね。で、これがいいなと思って。で、要はね、ハッシュタグ調子なんてつけちゃって、これちょっとね、調子からちょっとね、世界に発信してやろうっていうね。ビートたけしさんもね、映画で世界に言ってみ、出ましたから。私もね、この、まあ、別荘ですけれども、この別荘の調子からね、ちょっと、この、今までね、あまりに内輪ネタにね、うちはネタばっかりやってましたけど、ちょっと違うネタをね、これから日々ね、お届けして、いこうかなと思います。でね、今日なんでね、こんな田舎道をね、走ってるかと言いますと、なんかね、うちのババアが、サキっていう名前なんですけど、サキって言ってもね、サマーさんの娘サキって言うんですよね。で、あとね、小学校のね、同じクラス、6年生の同級生にもね、サキちゃんっているんですよ。でもそのサキちゃんの、ことではなくて、ビートたけしさんのお母さんね、お母さんがサキ、お父さんは菊次郎ね、それで菊次郎の夏なんですよね。それで、それからね、私の母親もサキって言うんですけど、サキがね、なんか病院行くっていうから、ちょっと病院までね送ってって、だから遠回りになっちゃったんですよね、あのクソババ、てめえで歩いてけっつんだよ。で、それで、今それからね、ね、今日もね、実地調査なんですよね。本当にいい会社ですよね。いわゆるね、ソーラーパネルをね、やってんですよね。でね、ただのソーラーパネルじゃないんですよ。でっかいため池があるんですよね。千葉のね、まあ、千葉ですけどね、ここもね。あれはね、あんまり詳細言うとあれな、怒られちゃうからあれですけど、千葉のね、千葉、あれはなんだ、市原だか千葉市だかね、どっちかですよ。そこにでかいね、湖っていうか、ため池があるんですよね。そこにね、一面にソーラーパネルを貼って、で、そこでね、発電してるっていうね、そんなね、進んだことをやってる会社にね、よくこんなバカが入れたと思いますけどね。で、それをね、ちょっと興味あるんですけどって言ったらね、あ、いいですよ、見てくださいっていう。またね、あ、近いですか、近いですからねって言ってね、意外とね、これからね、2時間ぐらいかかるんですけど、あ、千葉だから近いですよねなんてね、向こうの担当の人もまたすっとんきょうなこと言っちゃって、あ、近いですなんてね、こっちも合わせちゃってね。それで、じゃあ行きます、私見に行きますよっつって、で、これから見に行くんですけどね、そんなことばっかりですよね。だからね、で、いいんですか、こんなことばっかりやっててって言ったらね、うちの会社はね、現場を大事にしておりますから、どうですか、このかっこいい言葉、ね、二重橋のクソのとね、クソじじいどもにね、聞かせてやりたいですよ、本当ね、あいつらはね、現場をね、なんとも思ってないですからね、変なクーラー効いた部屋にね、いる、なんかね、クソじじいどもと、そのクソじじいどもの駒使いみたいなね、なんとか戦略室とかね、なんとか企画室とかね、偉そうな、名前だけは大層な偉そうなことやってるんですけど、何のことはない、やってることはね、数字をね、グラフにして、円グラフがいいか、棒グラフがいいか、はてまた折れ線グラフがいいのか、ね、はたまた、なんだ、キドクラッチがいいのかなんてね、そんなこと言ってる、のと、あとね、変なね、漫画があるんですよ。パワーポイントっていう。まあ、コンピューターで書けるね。まあ、漫画ですよ、あんなの。
でそれでね、ここの色は何がいいかとかね、ここの字はもうちょっと大きくした方がいいんじゃないかとかね、ここに写真を、バカ社長のね顔を入れたらいいんじゃないか、そんなことをやってるやつらがね偉そうになんか要は作戦を立ててるわけですよね。でその作戦がねことごとく失敗してるんですよことごとく失敗してるんですけど、たまたまうまくいくんですよね。ただねそれはねオフィス来たのだけがうまくいってるわけじゃないんですよね。全体のお笑い界が伸びてる中にオフィス来たのもその波に乗っかって、たまたま伸びただけなのに、いや我々は間違ってないなんてね、バカかこいつらと本当に頭おかしいんだなと思いましたよ。それがね、で例えばその作戦はねことごとく失敗しますよね。それをみんなね現場のせいに押し付けんですよね。お前ら芸人のね要は能力が足りねえんだとかね、はたまたねお前ら芸人がやりきってねえからだとかね、そんなバカなことばっかり言ってるんですよね。だからやっぱりね、やっぱり伸びてる会社は違うなと思いましたよね。ほんとね、もう沈む一句ね、泥船と、まあこれからね、もう前途洋々である会社とね、やっぱりそういうところが違うんですよね。もうすべて現場にあるんだとね、現場に行って見てきてくださいと。でね、大体そういうこと言うとね、あのクソ会社のバカどもら、そんなのね、ネットで見れるだろうとかね、行かなくてもいいとかね、交通費がもったいねえとかね、ケチなこと言うんですけど、いや、現場でなきゃね、わかんないこといっぱいあるわけですよ。例えばね、どういう配線になってるのかとかね、どういう向きにね、パネルは設置してんだとかね、いや、周りの人はどう思ってんだとかね、周りのおばさんに話聞いて、これどう思いますかと聞いてね、あ、いいですよとか言うかもしれないし、いや、ちょっとね、反射が眩しくてなんてね、そんなこと言うかもしれないと。そういうことをね、軽視してね、ほんとバカがね、二重橋のビルにこもってね、引きこもってね、なんかもうずっと勝手にずっとね、あそこでね、なんかね、あれですよ、グラフとね、漫画だけ書いてろっていうね、一生それやってるお前らっていう話ですよね本当にね。で漫画もね面白きゃいいんですよね。あの天才バカボンとかね、私の友人だったの赤坂不二雄が書いてた天才バカボンとかの秋元治先生が書いてたね、こちら葛飾区神有公園前発出所っていうね、どうですかこの滑舌の良さそれは言ったけど滑舌が言えないっていうね、そういうね、こちら葛飾区神有公園前発出所、これをね、そんな面白いね漫画描けるかと思ったら、ね、またクソつまんないね字ばっか多くて、その字もねまたねあのなんかねちっちゃい字でねいろいろ書いてあるわけですよ、上から下までね。でそれもね20枚も30枚もね、そんなの作って1年が終わってるっていうんですからね、本当おめでたいやつらですよっていうところでね、またあのねあれですね、あのワールドワイドなネタをやろうと思ったらまたね、歪小なネタをやってしまいました。で、お前のピーもね、歪小だ。バカ野郎。